希望の光。闇の中にこそ光があるって感じかな。ロボットっぽいところっていうのと宇宙とか好きそういう未来的なものだったりとか、あとその逆で恐竜だったり超古代だったりとかなんかそういうの全部好きで、これが俺のいた子ですみたいなのみんな分かりやすく描くっていうことができなくて、見えないものを見えるところに落とし込んで、こうすごい見えるものっていうのをもっと見えないところまで引き上げていけるような、まあ、僕はすごいそのヒップホップとか、まあ、ブレイクビートとか、まあ、影響を受けてたん でそれをビジュアル化するっていうか絵にしたらどうなるかなっていうところで、まあ、ビートとか、まあ、曲の成り立ちというかいろいろなそれがまあレイヤー的な感じに僕は感じれて、組み合わせることで曲を作るみたいなイメージで作品を制作してます。なんかこうネガティブなマイナスのものをプラスに変えるっていう、見えないようなものに目を凝らすと実は光っていたりみたいな、いいバイブスみたいのをご一緒にバック落とし込んでいく、うん。